すごい。ちょっと誰かキスします？誰か。こんにちは。好みです。今日はですね、ご覧ください。ちょっとね、プツプラなわしの選んだリップ3選ご紹介していきたいと思います。もうね、プチプラなのでみんな真似しちゃってください。それでは動画の方レッツラゴー。じゃあまずね、今つけてるリップを落とします。いやー、リップを落としただけでね、こんなに詩人になる人間いないと思うっていうぐらいいないと思うんですけど、マジでブスになるんで気をつけてください。なんか地黒を隠しすぎてファンデを厚塗りしているため、リップを取った時にねですね、この辺のファンデも取れて、ナポリタンを食べた後みたいになってますね。ちょっとクッションファンデこの辺ポンポンポンってやります。オミシャ使ってます。オミシャのオミシャクッションファンデーションプロカバー、これだけ塗ります。いかが？死んだわ。それじゃあまず1個目はどれからいこうかな。これからいきます。はい、こちらです。ビスリシェマットリップカラー RD480 番です。こちらですね、パッケージがなんかマットになってて、この爪でこすったらスルスル音がしちゃうみたいな、わかりますか、言いたいことは。スルスルしてるパッケージになっております。で、こんぐらいの大きさですっぽい。おチップはこんな感じになっております。なんかすごいね、いっぱいね、この液がついてくれそうな感じになっております。それじゃあ塗っていきたいと思います。かわいいんですけど。やばいやばいやばい、止まんない止まんない、すごい、なんか止まんない。なんかすごい塗った感じすごいね、マットなんですけど、まんまって やるとなんかでもサラサラしてるみたいな。ちょっとお山もちゃんと塗ります。すごいかわいい色。塗ってみた感想なんですけれども、なんか唇をうんって合わせると、もうどこまででもフルマラソンできちゃうような、なんかやばいんですよ。もうこれがもうすごい。ちょっとハビにしちゃった。で、お色はですね、わしがめちゃめちゃ前に好きって言ってたイニスフリーのビビットクリーミーティントカラー、あれ9番みたいな、めっちゃ好きな色があるんですけど、それに似てて、なんか深い赤みたいな感じになっております。これでですね、このチップがですね、なんか尖っているのでね、すごい端っこまで、この山のとこまでね、しっかり塗れます。で、なんかムースっぽい感じになってて、リップクリームなしでも全然いけました。今で、あんまりマットなんですけど、でもセミマットぐらい、ちょっと光当たったらツヤツヤしますね。で、パッケージにですね、縦じわが目立たないって書いてあって、確かに目立たないかなって感じですね。おすすめです。え、マジであれの色に似てます。わしが大好きなリップの色に似てます。これじゃあこのリップを落として次のリップ塗っていきたいと思います。ほいじゃあお次のリップ塗っていきたいと思います。こちらです。レブロンバームステイ90番の、何これ、スタリーナイト、どんなナイトだよ。パッケージにはですね、わかりますか、このラメがねあるんですよ。パッケージにラメがあるということは、すなわちリップにもラメがあるということです。ご存知でしょうか。このこちらのね、先端がクレヨンタイプになっております。めちゃめちゃ塗りやすそう。塗っていきます。あ、いい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 い感じいい感じ。もうクレヨンタイプだとさ、こうやって挟んでこうやって塗っちゃいます。あ、なんかミントみたいな匂いがしますね。お、塗れました。見えるかな、めっちゃディズニーキャラクターのアースラっているじゃないですか。めっちゃアースラみたいな色です。ほいでリップクリームなしでも直でこれで塗っちゃって全然平気ですね。スル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 って感じです。ほいであれに似てますね、ごめんですけど、イヴ・サンローランのめちゃめちゃ奇抜な紫あるじゃないですか。その色に全然似てますね。なんかクラスコのプルプル感素晴らしい。塗ってみるとあんまりラメは気にならない感じかなって思いますけど、光によっては青とか紫とか緑系のなんか寒色系のラメがいっぱい入っておりますね。ほいでこちらはですね、ペーハー、その人の唇のペーハーってあるじゃないですか、 pH によって色が変わるらしいです。だからやっぱこういうとこに出した色じゃなくて、やっぱ唇のペーハーで色が変わるらしいですね。私ペーハーって習いましたよ、歯科学生なんで。ちゃんと5.6以下になると歯が溶けちゃうんですよ。あれ 5.5 だっけな。歯が溶けるので気をつけてください。そこのあなた、歯磨きしっかりしてください。ほいでパッケージを見たらですね、いつでもキスして OK なペパーミントの香りって書いてあってちょっと誰かキスします、誰かキスしますか。無反応です皆様。そうですよ、誰でもいつでもキス OK のね、ペパーミントの匂いということなので、キスする前はこちらをぬるぬるしていただいて、お注意の方どうぞしてください。はい、レブロンのお色こんな感じの紫になっております。それではこのリップを落として、またお次のねリップ塗っていきたいと思います。
これリップ撮ったんですよ。今マジでリアルタイムなんですけど撮ったんですけど、pHによって色変わるって言ったじゃないですか。すごいすごいです。残りました。なんかピンク色、タラコかな、これ結構タラコっぽい色になりました。これ大丈夫かな、次の色ちょっとファンデーションのせますね。色わかんないと思うんで。それでは最後のリップの方塗っていきたいと思います。こちらです。キャンメイクステイオンバーブルージュ TO4 番ですね。出してみるとこんな感じのお茶色な色になっております。これはねティントタイプっていうことなので、ね、ちょっと期待ですね。期待大です。それでは塗っていきたいと思います。結構これは薄付きですな。まあお手手に出したらこんな感じのね結構ツヤツヤな茶色っぽいオレンジっぽい色になっているんですが、前に塗ったリップがちょっと濃すぎたな、残っちゃったな。けどなんか潤いがすごい、この中で一番潤いがすごいです。これがちょっとなんか茶色なのかな。ほいでこれなんですけど TO って書いてあるのでティントになっておりまして、 UV カットがね入ってるっぽいです。言うても多分 PA11 って書いてあった気がします。でプラス1個プラスでした。でですね、ステイオンバームルージュってあれじゃないですか、めちゃめちゃ潤いがもうすごいで有名じゃないですか。もうねティントタイプになっても潤いがねすっぽらしくて、わかりますか、もうねキラキラなんですよ。今日結構ね薄付きな気がします。やっぱ塗りたてだからなのかもしれないけど、もうちょい時間が経ったら色が濃くなるのかな、期待をしております。なんかこれを見る限りではね全然チョコレートじゃんって思うかもしれないんですけど、全然そのまま色が出るわけではないのでね、ご安心くださいませ。はい、ということでですね、私はねご紹介したこちらのプチプラリップ3選どうでしたでしょうか。わしが一番のおすすめはこれですかね。このやっぱねあれです、自分がめちゃめちゃお気に入りで使ってたイニスフリーのティントにね色似てたので、こっちの方がなんか潤いがあってスルスル塗れるので、これめちゃめちゃおすすめです。もう全部好きなんですけどね。いかがだったでしょうか、最後まで見ていただけましたでしょうか。それでは恒例のエンディングいきたいと思います。1ミリでもいいなと思っていただけましたらグッドボタン、2ミリでもいいなと思っていただけましたらチャンネル登録、こっちか、3ミリいいなと思っていただけましたらコメントの方をねちゃんとしてください。コメント全部見てるのでねコメントしてください、よかったら。はい、それじゃあコンビでした、バイバイ。お、今回は浅草に来ました。ご覧ください、もう開花しております。